リアルでーす。はい、今日は今日はパパに質問大会。質問大会。何？ここ私のとこですけど。勝手に。はい。はい、どうぞ。質問大会。何か答えていきましょう。はい。いい。はい、探してくるわ。私なりの答えです。探してくるわ。はい、皆さんどうですか？寒いですか？全然暖かいですね。全然暖かいですね。いいよ。取り入れてください。どうですか？お正月寄せどうですか？もうお正月じゃないですよ。いつまでもお正月気分じゃダメですよ。どうですよ。すいません。はい。すいませんシリーズ。すいません。はい。ここ、これ、ほら。これ何？真ん中から鼻目が上がってきてるんですけど。どうしたらいいですか？はい、取っちゃってください。取るな。はい。でも自分で消せるの？え？自分で消せるの？はい、しません。皆さんはこう中心とか出てきたらもう取っちゃってください。カットするの？鼻目、これ鼻目やけん鼻がこれから出てきます。ビュー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 って、うん、もうちょっと出たらでもいいよ。もう今でもいいけど伸びたら切る。うん、そうそう。この時に切ってもいい？何？この時に切ってもいいんですか？切ってもいいですよ。好きにすればいいですか？そうです私このまま行くタイプ。じゃあこれパパの勝手にしてもいいですか？ダメです私のですね。はい、はい、戻してください。はい、次、はい、持ち来い。何でも答えますよ。何でもって言った何でも答えますよ。私なりの答えですので。私なりの答え、はい、何ですか、はい、何ですか。中だけちょっと可愛い。中だけ可愛いですね。中だけ可愛くなってる。これどうしたらいいですか。このままです。このまま育てたら気になる人はこう中の可愛いとこだけチョンパすればいいやな。こう中だけチョンパ、ここからハサミこれ入れて、こうハサミこれ谷のハサミやな、はい、ここからこうチョンパすればいいよね、うんうん、子供いっぱい出てきます。おでもこれはこのまま、はい、このままでいいですか。はい、いいです。戻します。はい、はい、どうぞ。すいません。はい、何ですか。ちょっと何ですか。怪獣みたいなのがいるんですけど。おー、レアレアレア。トゲがいっぱいあります。これ見える？トゲがいっぱいあります。小さいトゲが。なんでこんなとこに入るんやろ。小さいトゲがいっぱいあります。わかる？わかる、うん、トゲがいっぱいあります。はい、このトゲがすごくない？本当だ、うん、ただの変異です。たまにあります、うん、別に気にしないでください。気にしたところで大事にしちゃってもいつの間にかなくなったりするよな、うんうん、あんまり俺たちはそんなに気にしていません。そういう変異。はい、はい、ちょっと戻してくれます。こう持ってきたら戻してくれます。はい、なんですが、また臭いの持ってきましたね。もうめっちゃ臭いんですけどものすごく臭いんですけど、もう超臭い。まあ臭いです。この人な、こっちが大きいのにこっちがちっちゃい、なんか、はい、おかしいんですけど、こっちちょっとちょっとあれがあります。あれがあります。あれがあります。はい、こっちは元気です。はい、臭いです。はい、異常があります？臭い。異常あります。異常あります。カットする？え？こう毛も出ちゃうでしょ、ほら毛、髪毛。相当出ちゃうな。ということで茎に異常があるから吸えないから、ここ半分だけ茎に異常があります。こっちが。根っこいっぱい出ちゃうでしょ。切っちゃいます、うん、切っちゃいましょうか、うん、くっさっ動くたびに臭い。ダメ、種のハサミがダメになる。種のハサミ切れません。いや、もうやめちょこやめちょこ。いいよ、でさ、いいよ、やめちょこ。これはもう遠いけん、ね、こう切って茎のチェック、うん、こういう時やな。こっちの茎が異常がある。ほら、歯磨きがいっぱい出てきちゃうでしょ。はい、毛が。ということで茎に水吸えないからこういうの出てくるんや。うん、ね、
茎に異常があると考えられます、ね、こっちはちゃんと吸えてますっていうこと、はい、これもう一回入ってこなかったんですそうです、そうです詐欺です、詐欺詐欺に遭いましたここ入ってこんかったんな完全に詐欺に遭いました鼻目と思ったけど、はいうん、ダメやった。何にも出てこんかった。フォックス。フォックス。ダメやった。フォックス。はい、どうぞ、次。次。はい、すいません。はい。あの、皆さんのお家でもこういうのあると思うんですけど、はい、鳥カラーというか、ドラゴンズブラッドがこう、茎だけビシューンって。はい。こうなった時どうしたらいいですか、はい、こうなったらもう俺は本当はこのままなんやけど、うん、今日はみんなのためにジェシーここ切ればいいちょっと新芽が出てくるけん伸びてかっこ悪いだけやからこう切ればいいけん分かる、はい、床屋と一緒床屋こうしたらまた出てくるけんいい、うん、え、どうすっきりすっきりすっきりこんなんで笑うすっきりこんこれまたあの土の上にボーって置いたらいいけこれ、はい、出てくるけそこに全部余っちゃうすっきりこんわかるすっきりこんですはい次やば終わりこれ臭いやんそれ臭いね、遠ざけてください臭いね終わり終わりじゃないこれもちょっとおかしいんですけど、すいません俺のもおかしいって言ったってしょうがないほらすっきりこんじゃーんなんか隣のは大きかったよえ隣のは僕、茎の異常、異常、異常です異常発生ですどうしますかどこ行きますか上ですねキャーンあいで全然綺麗ですねあすっきりこんこっち切ろうかうんこっから毛が生えちゃうきねここが死んでる可能性もあるねもういいよ俺のやけんこれがタヌキの楽しいとこだよな分かるこっからも毛出ちゃうしなんかここがなブヨブヨってなっちゃうねここがブヨブヨ、うん、シワシワ、うん、なんで落とすのすっきりこんブヨブヨ、うん、なんかブヨブヨってなっちゃった、うん、いいよで多肉ってさ本当はじゃあ吸えてないじゃんもうこれ究極の答えな多肉、うん、ってこう吸えてないじゃんなこうこっから吸えてないかもしれないよ、うんそれでもここの水分で結構生きる。わかる？結構死んだと分かってても形を気に入ってたらそのまま1年ぐらい生ける。ね、で助けるか助けないか。助けてよ。助けてよ。何を助けるの？どうしようっていうの？助けてよ。全然綺麗だし。わかる？まだ吸えてるし。これずっと植え替えてないからねほらボコボコヘッドやボコボコヘッドボコボコヘッドこれでいいよでこういうのもさあの別にここが生きてるからさ吸えてないから死ぬボコボコヘッド終わり終わりよ終わったやんか終わったそうでしょ こんなんもさ、別にさ、俺は気に入ってるからこれでいいじゃん。わかる？窮屈そうだと思ったんですけど、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。窮屈言ったら、うちの寄せ植えは全部ダメです。あ全否定されます。ね、窮屈で関係ありません。かわいい。かわいいからいいです。ね。他なんかない。どうえ他なんかない。いや、もうめちゃめちゃ綺麗でしょうよっていうさ。レインドロップなんか見てよこれ。超綺麗。あ、一個あった忘れてた。え？何？一個ものすごいのが。見てこの。わあ、めちゃめちゃ綺麗でしょよ。かわいい。レインドロップ。綺麗でしょ？すいません。あ、なんですの？これをどうしても分解したいんですけど。何ですの？何を分解するの？なんで分解するんだよお前。
すごく買いたいんですけど。白バラ。だってもうなんかここ出てきよう。いや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 、分解しませんし。カットしてっていいよ。いや、嫌です。これはこのままです。好き好き。ね。もうすぐ女の人はこれをこう取ろうっていうね。うん、取りたい。取ってどうすんのっていう。増やしたい。ね、違うね。男は一個のものをこう仕立て上げるっていうね。はい。またすごいのができるやん、カットしたの。いや、いいじゃん。もういらないんだ。戻してくれますこれ私のちょっとこっち側がちょっと出てきちゃったけど、かわいくない、ええー、じゃない、切りたいよな、いや切りたくないって、切りたいよ、これも切りたいよ、それは切りたい、切りたくない、もうだんだんこう邪魔になってくるけえ邪魔になってくるけ、谷のハサミじゃ切れないの、切りたい、いや切れないって切れないって、これじゃ切らしてくれよな、切らしてこう、だってここ私のとこですのに、はい、今度しよ、え今度しよ、いやすんなじゃん、勝手にしないでくださいしないでくださいね、臭くない、クラッシュラムの花も臭い時あるよ、そうです、陰毛、陰毛です、陰毛、もう花火はどんどん上がってきよう、ね、うん、これやばいですね、でさ、谷君ってさ、もう楽しいことはいろいろね、十人十色でございます、自分が良ければいいんですね、で結構強いからね、茎がダメでも長持ちするし、うん、ね、それどうするかっていうことで、そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、ね、こういうのが好きなんよ、俺へにゃへにゃへにゃっていう、こうへにゃへにゃっていうのが可愛いでしょ、でしょ、はい、そういうことですよ、 OK、 うん、あということは、いろいろ、これはいつ出すものですか、これ今日です、今日、はい、今日出しますか、はい、現在寄せ植えクラブ、リエール寄せ植えクラブ、はい、2024年4月始まりの第2期生募集しております、はい、オンラインで教えたり、寄せ植えの作り方、ね、作り方とか、うん、管理方法だったりとか、うん、ね、うん、いろんなで、来年度は季節に合った寄せ植えをしたり、季節に合った、うん、寄せ植えキットを販売して、それを見ながら一緒にオンラインでやったり、うん、母の日とか、うん、プレゼント、そのままプレゼントできたりするやん、うんうん、そういうやつを販売したりだとかしたいと思ってます。で、あとうちらもたくさん出るようにしますで、基本さ、見てたらさ、だいたいちょっとずつ上手くなるよね、オンライン動画見てるだけで、うん、こうやるんだよ、こうやるんだよって教えるから、うん、だいぶ上手くなる、うん、で、寄せ上手になりたい人、うん、ぜひ入ってください、はい、いつまで、17までちょっと。それ違う、うん、別のもの、うん、はい、ちょっとまだ開けといてます、うんうん、そうやな、うんうん、で寄せ植え、それでなおかつレギコで基本は無料です、最初に入学のカード、うん、出す時の入学金として税込みで13,200円、13,200円、年会費ね、はい、今年の4月から来年の3月までね、うんうん、でオンラインで月に何回かやっていくね、うんうん、それも毎月見られるの、うん、無料でね、それは無料で、うん、そして苗を送ります、送った苗を見ながら同じ苗で寄せ植え、これはこうやんだよっていう一緒にやるタイプの、うん、通販もやりますね、それは欲しい人だけ、強制ではありません、うん、他は一切お金かかりませんの で、ね、であと各フェス会場での寄せ植え、うん、寄せ植え教室、うん、これは有料になります、うん、あと大分のメンバーハウスでの教室もあります、うんうん、ここも来れます、うん、そうね、いいんじゃないですか、うん、面白いですよ、うん、非常に、はい、これは YouTube メンバーシップからなりますので、うん、メンバーシップの方確認して、うんうん、やりたい人は、はい、はい、お願いします、楽しみましょう、ね、はい、はい、OK、 あとは13日、
7月13日リエル初売り第6回ハニートモンフェスタ、はい、東京都多摩未来メッセ、はいはい、10時から15時までです、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、いい？ハニートモのあれは、ハニートモの出店者紹介、紹介はインスタグラムの方と、また明日、明日か明後日、うん、出しますので動画出します、はい、はい、チェックお願いします。はい、お願いします。はい、で、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。バイバーイ、はい。